こんにちは、ひろきです。ご機嫌いかがでしょうか私は元気にしております。さてさて、シカゴ美術館のコレクションの続きです。こちら、ボールです。こちらもボールになります。こちらはですね、えー、蓋付きの箱です。はい。そうですね。はい。で、こちらは、えー、ある、 しばしんの、えー、なんて言うんでしょう、こう、紋章みたいな感じですね。はい、でこちらは、えー、枕です。はい。ライオンの形をした枕です。はい。はい、こちらはですね、えー、守護神の、えー、人形です。人形というか像ですね。これはヘバジャという方の。 神ででしょうねの踊っている姿ですこちらはライオンの守り神ですね。はい、でこちらはえー、女神です。女神はい。でこちらはえー、まあ建築部材という感じですね。パネルです。はい。 これは儀式で使う花瓶です。これは、えーえーえー、と、女神の像です。はい。これはですね、えー、っと、まあ、お手紙やいろんな書物のカバーです。はい。これはヘアピンです。はわ、かっこいいですね。はい。はい。 これは曼荼羅ですね、はい。太陽の神だそうです。これはかけらです。これもかけらです。これは王の王のパネルです、はい。これは本のカバーです。これも本のカバーです。はい。 こちら、4つ、紙止めです。こちらは、ボールです。はい。これは、ちょっとよくわかりません。これは、えー、本の、えー、カバーです。こちらは、壺です。はい。えー、これは、神様、死神ですね。 死神ですはい、えー、これは、えー、コップスタンドですね。はいこちらは、えー、僧侶が使っていたボールです。これはビシュヌシンですね。こちらはちょっとよくわかりません。こちらボールです。こちらは、えー 植物のスタンド、つまりあれですね、鉢ですね、鉢みたいなもんです。はい、でこちらは、えー、花瓶です。こちらも花瓶です。えー、こちらは、まあ、水差しですね。こちらはですね、ボールのかけらです。 でこれはですね「戦う神」ですねはいこれはえー、板のまあ焼いて作った板のかけらですこちらは、えー、水差しですこちらはちょっとわかりませんこちらも うんまあインドのものです。これはブッダですね。はいではこちらは、えー、お豆の形をした枕です。こちらはボールですね。はいこちらもボールです。はい。こちらははい。 壺というかボトルというかそんなものですね。はいで。こちらはボールです。はい。今回の配信は以上となります。また次の配信、または別の配信でお会いしましょう。さようなら。